皇后陛下の卓越した器量、予期せぬ事態が生じた時こそ、その人の本質や日頃の態度が現れるものです。自分がそうした状況に置かれた際、完璧に対応できると自信を持っている方は多くないでしょう。しかし、皇后陛下はこのような突発的な出来事に遭遇した際、瞬時の判断で周囲の人々を魅了してしまうのです。今回は皇后陛下の神業ともいえる機転についてお伝えします。2022年10月、皇后陛下は天皇陛下と共に沖縄をご訪問なさいました。ご即位後初の沖縄訪問となりましたが、皇后陛下にとっては四半世紀ぶりの訪問でした。上皇上皇后両陛下は長きにわたり沖縄に深い関心を寄せてこられましたが、その志を天皇皇后両陛下はしっかりと引き継がれたのです。そのような天皇皇后両陛下は沖縄にお着きになると、すぐに沖縄戦で亡くなった18万人を超える方々の遺骨が安置されている国立沖縄戦没者墓園へと足を運ばれます。納骨堂の前で喧嘩し、深々と頭を下げられたお二人は、その後、戦没者のご遺族の方々、お一人お一人に、丁寧にお声をおかけになりました。和やかな雰囲気でお言葉をかけていらっしゃいましたが、次の瞬間思わぬ出来事が起こったのです。その日の沖縄は、強烈な日差しに見舞われ、気温は30度近くまで上昇していました。また、戦没者のご遺族の平均年齢は、約80歳で、強烈な日差しの中で、天皇皇后両陛下とお話しすることは、体への負担も相当なものだったことでしょう。そのような状況下で、天皇皇后両陛下とお話をされていた一人の男性がいましたが、会話が終わり椅子にお座りになろうとした際、バランスを崩されてしまったのです。すると、次の瞬間、皇后陛下が反射的に手を伸ばされ、男性の体を支えられたのです。誰かをとっさに支えようと手を差し伸べる行動は、考えてできるものではありません。そこで瞬時に体が反応するということは、皇后陛下が日頃から人に寄り添う行動を心がけていらっしゃる証と言えるでしょう。幸いにもバランスを崩された男性は大事には至りませんでしたが、天皇皇后両陛下が墓園を後にされる際、男性は立ち上がってお見送りしようとなさいました。すると天皇皇后両陛下はすぐに足を止められ、どうぞお座りのままで結構ですと優しくお声をかけられました。このような天皇皇后両陛下のお気遣いやお声掛けは、私たち国民に勇気を与えてくれます。また皇后陛下の瞬時の行動は容易に真似できるものではありません。こうした素晴らしい天皇皇后両陛下のご存在に改めて感謝の念を抱かずにはいられませんね。また公の場に頻繁に出る機会のある皇室の方々は、外見だけでなく所作やお言葉にも注目が集まります。外交面においても、言葉一つ一つが日本の印象を左右し、大きな責任が伴うのです。そのため皇室の方々は日々文化や言語を学ばれており、振る舞いにも細心の注意を払われています。しかしそうした皇室の方々でさえ、予期せぬ事態に完璧に対応することは容易ではないでしょう。2023年、秋篠宮ご夫妻がイギリスのチャールズ国王戴冠式にご出席されました。その戴冠式の直後、秋篠宮ご夫妻は急遽日本の記者団から質問を受けることになったのです。正式な記者会見とは異なり、事前に質問は用意されていません。だからこそお二人の率直なご感想を伺えると、記者たちは期待を寄せていたのでしょう。まず記者は秋篠宮殿下に対して、戴冠式はいかがでしたかと質問すると、非常に厳粛で喜びに満ちた素晴らしい式でしたと笑顔でお答えになりました。続いて秋篠宮妃殿下に対して、秋篠宮妃殿下はどのようなご感想をお持ちになりましたかと尋ねると、秋篠宮妃殿下は胸に手を当てられ、しばらく沈黙された後、何かをお答えになりましたが、マイクではっきりとお言葉を拾うことができませんでした。これを見た人々からは、明確な戴冠式のご感想を伺えなかったことを残念に思う声が多く上がったそうです。秋篠宮妃殿下は突然の質問に戸惑われ、一瞬頭が真っ白になってしまわれたのかもしれません。
しかし、記者からの質問は、感想を尋ねるものであり、難解な内容ではないことから、堂々と率直なご感想をお聞かせいただきたいと、多くの人々が望むのも、無理はありません。やはり、日本の代表として、ご公務に携わる皇室の方々には、このような突然の質問や出来事にも毅然とした態度で、ご自身の言葉で人々に語りかけていただくことを期待してしまいますね。また、2023年5月には、天皇皇后両陛下のご即位後、初めての春の園遊会が開催されました。この春の園遊会での皇后陛下の振る舞いについて、マナーコンサルタントの西出ひろ子さんは、最近の皇后陛下は、ご公務の際の表情が非常に柔和でいらっしゃいます。今回の園遊会にご招待された方々との会話を心から楽しまれているのが眼差しから伝わってきました。マスクで顔の半分が隠れているにもかかわらず、優しい微笑みを浮かべていらっしゃる表情が見て取れました。そしてその穏やかな表情は相手に安らぎを与えていたことでしょう、と評しています。また園遊会では皇后陛下の会話力と言葉選びにも注目が集まりました。それは皇后陛下が歌舞伎役者の片岡仁左衛門さんと言葉を交わされている際のことです。皇后陛下は、後進の育成はどのようになさっているのですか?とお尋ねになりましたが、突然の豪雨の音のせいでしょうか、片岡さんには聞き取れなかったようです。そこで皇后陛下は瞬時に、若い方の育成についてどのように取り組んでいらっしゃるのですか?と言い換えられました。言葉というのは、正しく美しい日本語を使えば良いというものではありません。状況に応じて、相手に伝わりやすい表現を選ぶことこそが、コミュニケーションを図る上で重要なのです。また言い換えといえば、2024年5月に行われた春の園遊会で、美術家の横尾忠則さんと会話を交わされた、愛子内親王殿下のお返事が、非常に素晴らしいと話題を呼びましたね。その場で、愛子内親王殿下と横尾さんは、横尾さんの飼い猫についてお話しされていたそうですが、横尾さんが、ぷくぷくに太っています。と明かすと、愛子内親王殿下は、満面の笑みで、幸せな猫ちゃんですね、とおっしゃいました。太っている猫を幸せな猫と表現なさった、愛子内親王殿下の言葉選びは、とても洗練されたものですね。きっと、このような言い換えの技術は、母上である皇后陛下から受け継がれたものの一つではないでしょうか。ちなみに園遊会は、国際親善を目的として、海外の要人を招いて行われた、秋の歓菊会が起源だと言われています。ご結婚前は、外交官としてのキャリアを積まれた皇后陛下にとって、このような意義を持つ園遊会は、ご自身の経験を存分に発揮できる場であることは間違いありません。そんな皇后陛下について、西出さんは、私たちが誇りに思える皇后陛下です。皇后陛下は自然に様々な話題を振られ、会話を展開されています。さらには、親しみやすい雰囲気を醸し出しながらも、威厳を保たれている皇后陛下は、本当に素晴らしいです。と評価しています。秋にも再び園遊会が予定されていますが、その際には、どのような素敵なエピソードが生まれるか、今から楽しみですね。また皇后陛下は、非常に聡明なお方です。しかし、単に知識を蓄積しただけというわけではありません。的確に言葉を交わされるだけでなく、そのお言葉の中に、ユーモアを織り交ぜながら、会話を展開されるお姿は、群を抜いています。例えば、1993年、当時皇太子であられた、天皇陛下とのご婚約が内定し、皇后陛下が初めて記者会見に臨まれた際、記者から、お子様は、何人ご希望ですか?と質問を受けました。すると、皇后陛下は、家族でオーケストラを結成できるほどの子供の数は、おっしゃらないでくださいね、と、天皇陛下に向かっておっしゃいました。初めての会見で、このようなユーモアあふれる受け答えをなさる皇后陛下は、やはり並外れた方だと言えるでしょう。音楽をこよなく愛し、ビオラを演奏される天皇陛下に対して、あまりにも多くの子供が欲しいなどとは、おっしゃらないでください。と直接的に述べるのではなく、遠回しながらも、笑いを誘うような言い回しをされた皇后陛下は、さすがです。天皇陛下も、ユーモアのセンスに優れていらっしゃいますが、
皇后陛下も天皇陛下に引けを取らない洒落た話し方をなさいますね。またご結婚直後から皇位継承者誕生への期待が高まる中、記者から後継者に関するプレッシャーを感じていらっしゃいますか？と質問を受けました。その問いかけに対し皇后陛下は、物事は自然の流れに任せるべきではないかと考えておりますとお答えになりました。皇位継承者問題に関して最も大きなプレッシャーを感じていらっしゃったのは皇后陛下ご自身だったに違いありません。ご自身に言い聞かせるようにおっしゃったお言葉には、皇后陛下が懸命に耐え乗り越えようとされたお気持ちが垣間見えますね。また1998年に行われた皇后陛下35歳の誕生日会見で、皇后陛下は記者からご夫婦円満の秘訣をお聞かせいただけますでしょうかと質問を受けられました。すると皇后陛下は当時飼育されていた愛犬を引き合いに出し、一般に喧嘩は犬も食わぬと申しますが、喧嘩の種は比較的よく拾って食べてくれるような気がいたしますとお答えになりました。このような言葉選びは皇后陛下の洒落たユーモアが光るお言葉ですね。また皇后陛下は会話を楽しむだけでなく聞き手にも楽しんでいただきたいというお心遣いが感じられます。そしてそのユーモアこそが周囲を和ませるだけでなく円満な夫婦関係の秘訣となっているのかもしれません。また2018年ご結婚25周年の折には、当時皇太子であられた天皇陛下が皇后陛下に対して、今回は結婚10周年の際の努力賞と感謝賞に加えて銀婚式にちなんで銀メダルの3つを贈呈したいと思いますとおっしゃいました。すると皇后陛下は天皇陛下のお言葉に対し、皇太子殿下にも感謝状をお渡ししてもよろしいでしょうかとユーモアたっぷりにお返事なさいました。単にありがとうございますと伝えるのではなく、皇后陛下ご自身も感謝の気持ちを表しつつ、さらに相手を微笑ませるようなユーモアを交えてお話になるお姿は国民の心も温めてくれますね。皇室の一員としての人生を選択された皇后陛下には、きっと私たち国民には想像もつかないような苦悩が数多くあったことでしょう。そのために体調を崩されることもありました。それでも今日の皇后陛下があるのは、困難な時期にも変わらず支え続けてこられた天皇陛下や愛子内親王殿下の存在や、多くの人々や事物に寄り添い感じ取りながら生きてこられた皇后陛下のお姿勢があってこそではないでしょうか。お二人のご結婚50周年をお祝いする際には、天皇陛下が皇后陛下に金メダルを贈呈されることでしょう。今からその時のやり取りが楽しみでなりません。また皆様もご存知の通り、皇室の方々のご公務は国内にとどまらず海外にも及び国際親善に尽力されています。皇后の位に就かれた皇后陛下はご自身の体調と相談しながらも、外交官時代のご経験を生かして海外でもご活躍なさっているのです。またそのような皇后陛下のお姿は世界中の人々から称賛の声が寄せられています。2019年にトランプ大統領夫妻が国賓として来日された折、晩餐会が催され、その後天皇皇后両陛下はトランプ大統領夫妻をお見送りになりました。メラニア夫人が名残惜しそうに皇后陛下に近づかれると、皇后陛下は瞬時にメラニア夫人の手を取り顔を寄せてチークキスをなさったのです。この行為は単なる親愛の表現ではなく、皇后陛下がメラニア夫人の出身地であるチークキスの習慣があるヨーロッパの文化をしっかりと把握された上でとっさになさった行動でした。皇后陛下は海外訪問の際や外国の要人をおもてなしする際には事前に入念な準備をされることで知られています。皇后の位に就かれた今もなおその努力を重ねていらっしゃる皇后陛下の姿勢が、このような瞬時の素晴らしい対応につながっているのではないでしょうか。また同年にはフランスのマクロン大統領夫妻が来日されています。その際皇后陛下はブリジット夫人の英語力があまり高くないことに気づかれ、英語だけでなくフランス語も交えながらお話をなさったのです。語学に堪能な皇后陛下だからこそ可能だった起点ですが、
単にお話になるだけでなく、周囲の状況をよく観察し、それに応じて対応なさる皇后陛下は、非常に素晴らしいお方だと言えるでしょう。また皇后陛下だけでなく、天皇陛下や愛子内親王殿下も、優れた機転を発揮されることが少なくありません。皇太子時代から、ユーモアのある振る舞いで、周囲を和ませていらっしゃる天皇陛下は、公務中であっても変わることはありません。2023年、天皇皇后両陛下がインドネシアを公式訪問された折、大統領のご意向で形式張った言葉の交換は避けるという予定でした。しかし、天皇皇后両陛下が大統領の案内で植物園にお着きになると、そこには立派な共同記者会見場が設けられていたのです。予定外の出来事であり、天皇陛下は表情に出されませんでしたが、内心驚かれたに違いありません。スピーチ原稿もなく、想定外の事態でしたが、天皇陛下は見事にスピーチをこなされました。このような国家間の公式な記者会見の場で、即興でお言葉を述べられるというのは、並大抵のことではありませんね。常日頃から、天皇陛下が日本や日本国民、そして訪問先の国のことを考え、調査されているからこそ、可能となったのでしょう。また、現地の学生とご交流なさった際には、得意のダジャレもご披露になりました。天皇陛下は、ナルトはお好きですか？ちなみに私の名前は、ナルヒトです。と、笑いを誘っていらっしゃいました。このように素晴らしい対応をなさる、天皇皇后両陛下のもとで、お育ちになった愛子内親王殿下も、大変素晴らしい方に、ご成長なさっていますね。2023年、愛子内親王殿下が初めてご参加になった一般参賀での見事な起点が話題を呼びました。お手振りのためにお出ましになった際、愛子内親王殿下のお辞儀にあたる秋篠宮殿下が、本来、愛子内親王殿下がお立ちになるべき位置にお立ちになってしまわれたのです。初めてのご参加で愛子内親王殿下は緊張されていたことでしょう。そのような場合、多くの人は何も言えずに立ち尽くしてしまうのではないでしょうか。しかし、愛子内親王殿下は静かに秋篠宮殿下の後ろでお声をおかけになり、立ち位置を変更されました。このような控えめなお気遣いは、相手のことも十分に考慮しなければできないものですね。愛子内親王殿下は常に他者を思いやり、寄り添われている天皇皇后両陛下を最も身近で拝見なさっているからこそ、自然とお気遣いができるようになられたのでしょう。このように素晴らしいお姿を見せていらっしゃる天皇ご一家、これからも世界中の人々を魅了し続けるであろう。天皇ご一家のご活躍に注目が集まりますね。今回ご紹介した内容について、海外から多くの反響が寄せられています。その一部をご紹介しましょう。皇后陛下の卓越した能力や聡明さは世界一だと思います。また、天皇陛下や愛子内親王殿下も素晴らしい方々ですね。天皇ご一家は日本の誇りだと感じます。日本の皇室については様々な噂が飛び交っていますが、皇后陛下には天皇陛下や愛子内親王殿下はもちろん、多くの国民の支持があります。今や世界中の人々から敬愛されているのですから、皇后陛下にはもっと自信を持っていただきたいですね。これからも皇后陛下がますますご活躍され、輝き続けられることを願っています。天皇ご一家は皆様お気遣いが行き届いており、素晴らしい方々です。特に愛子内親王殿下は、ご両親である天皇皇后両陛下の長所を受け継がれ、王女としての資質が際立っています。ぜひ次の天皇には、愛子内親王殿下にご即位いただきたいものです。皇后陛下は一般家庭のご出身とはいえ、幼少期から優れた教育を受けてこられたからこそ、あれほど素晴らしい皇后におなりになったのだと思います。また、周囲にも有能な方々が多くいらしたからこそ、自然と能力を発揮することができたのでしょう。皇后の位に就かれた今、外交官としてのご経験を生かしながら、これまで以上に国際親善にご尽力いただきたいですね。皇后陛下の聡明さは他に類を見ないものですね。また、愛子内親王殿下の幸せな猫ちゃんという表現には、感嘆しました。やはり、素晴らしいご両親との良好な関係性や、充実した日常生活があってこそ、培われたセンスなのでしょう。本当に素晴らしいですね。
皇后陛下はどのような状況下でも相手に対して思いやりと敬意を持って接していらっしゃいます。こんなにも素晴らしい皇后陛下のお姿に思わず見入ってしまいました、といった皇后陛下はもちろん、天皇陛下と愛子内親王殿下も称賛する声が数多く寄せられました。かつて外交官として常に国益を考えて職務に励まれていた皇后陛下、皇后の位に就かれてからは国際親善に力を注がれ、常に国民の気持ちに寄り添い続けていらっしゃいます。また皇后陛下の瞬時のお気遣いは今後も世界中の人々を魅了し続けることでしょう。さらに国際交流がますます活発化していくであろう今後において、皇后陛下はさらに存在感を増し重要な役割を担われていくのではないでしょうか。今後も皇后陛下の輝かしいお姿から目が離せそうにありませんね。令和時代の宮内庁の広報アプローチとは、愛子内親王殿下が日本赤十字社でのお仕事を始められてからおよそ3ヶ月が経ちました。業務の合間を縫ってご公務もこなされ、愛子内親王殿下のお姿を目にする機会が増えている今、多くの国民が皇室に高い関心を持っています。そんな中、宮内庁の公式インスタグラムアカウントが注目を集めているのです。この SNS では天皇皇后両陛下や愛子内親王殿下のご活動が拝見でき、その更新を楽しみにしている方も少なくないのではないでしょうか。今回は2024年4月1日に立ち上げられた宮内庁の公式インスタグラムについてお話しします。日本赤十字社の入社式が行われた2024年4月1日、天皇皇后両陛下の長女である愛子内親王殿下は東京都港区にある日本赤十字社の本部にご参列され、明るい笑顔を見せられました。新しい人生の門出を迎えられ、今後のご活躍に多くの国民が期待を寄せたこの日の午前0時、宮内庁は皇室の公式インスタグラムアカウントを開設したのです。宮内庁は画像共有プラットフォームであるインスタグラムに公式アカウントを作成し、4月1日から皇室の活動に関する情報を発信し始めました。開設当日にフォロワー数は35万人を突破し、3週間後の4月22日には早くも100万人を超える人々がフォローしたのです。公式インスタグラムには天皇皇后両陛下のご活動をはじめとした行事や式典の様子などの画像が投稿されていますが、特に注目を集め多くのいいねがついているのは、3月8日に天皇ご一家が日本赤十字社のトップから説明を受けられた際の写真です。この写真は愛子内親王殿下の入社日に投稿されたこともあり、国民からの祝福と応援の気持ちが現れていました。なお、宮内庁がインスタグラムで公式アカウントを開設した背景の一つには、愛子内親王殿下のご活躍が関係しているとされています。2022年3月17日の成人会見での愛子内親王殿下の聡明で、堂々とした受け答えをはじめ、ティアラを新調せず、おばから借用されたこと、2023年の新年一般参賀での秋篠宮殿下の位置間違いを冷静にフォローされたこと、また2024年2月のケニア大統領夫妻を招いての昼食会で垣間見えた気品ある振る舞いなど、2022年以降愛子内親王殿下に関する話題が大きな反響を呼びました。さらに2024年3月には初めてお一人で三重県の伊勢神宮や奈良県の神武天皇陵を参拝された愛子内親王殿下のお姿を一目見ようと大勢の人々が集まるなど、愛子内親王殿下をめぐる話題は途切れることなく続いており、この愛子内親王殿下ブームとも呼べる状況はまだ収束する気配がありません。このように社会を明るくしている盛り上がりが一部の地域の人だけに知られたり、短い放送で終わったりするのは非常に残念なことです。常に国民のことを思い寄り添ってくださる天皇皇后両陛下はもちろん、若く将来の皇室と日本のために重要な存在である愛子内親王殿下についての情報を発信することは意義深く、そのためには SNS の活用が不可欠だと宮内庁は判断したのでしょう。
そしてインスタグラム開設から3週間後にはフォロワーが100万人を突破し、国民から称賛の声が上がったのです。宮内庁の広報室長である藤原舞子さんは、インスタグラムの運用目的はあくまで天皇皇后両陛下のご活動への理解を深めていただくことでした。そのためあえてフォロワー数などの数値目標は設定していませんでしたと述べています。そしてしかし良い意味で予想を上回る反響があり、多くの方々に天皇皇后両陛下のご活動をお伝えできていることを広報室としても大変喜ばしく思っていますとも語っています。なお首相官邸の公式インスタグラムのフォロワーは29万人であり、皇室がいかに国民から注目されているかが伺えますね。 SNS は現代の生活において重要な情報発信ツールとなっています。それは皇室にとっても例外ではなく、例えば最近再び話題になっている三笠宮家の彬子さまの著書赤と青のガウン・オックスフォード留学記は SNS で注目を集めたことで、出版から9年を経た今文庫化されました。彬子さまは学習院大学文学部史学科をご卒業後、イギリスのオックスフォード大学に留学され、その体験をご自身の言葉で綴り、2015年に赤と青のガウンを上賜されたのです。また秋篠宮家の次女である佳子内親王殿下が2023年11月にペルーを公式訪問された際、世界遺産マチュピチュの入り口に到着された佳子内親王殿下の様子を現地の人々が撮影し、短尺動画アプリ TikTok に投稿しています。微笑みながら手を振り続ける佳子内親王殿下の姿は、微笑みのプリンセスと称され、多くの人々から称賛を受けました。このようにたとえ宮内庁が皇室と SNS を切り離そうとしても困難な状況なのです。とはいえ、歴史と伝統を尊重する宮内庁が SNS を活用して皇室を PR するというのは、平成時代までは想像もできなかったことです。しかし実は宮内庁は皇室の PR 戦略を着々と進めており、広報室を設置したのは2023年でした。つまり皇室のインスタグラム運用開始の1年前には皇室の活動を積極的に発信しようという動きが始まっていたのですね。そして情報発信を目的として民間からも人材を登用して広報室が設置され、ウェブサイトの改善に取り組むと同時に SNS 活用についても検討が進められていたのです。なお宮内庁が情報発信の強化に乗り出したきっかけは皇室への誹謗中傷の悪化が原因だとされていますが、皇室に関心の薄い若年層に興味を持ってもらうためにインスタグラムを始めたとも言われています。若い世代のユーザーが多いインスタグラムは効果的な情報発信ツールです。今後は皇室の SNS 活用が期待される一方、皇室の情報発信ツールについてはインフルエンサーなどの投稿と比べてより慎重に時間をかけて検討されます。そのため最新情報をタイムリーに発信できるインスタグラムの利点が十分に活かせない可能性も懸念されているのです。また YouTube などで配信される動画コンテンツは、公務でお見かけする皇族の方々の姿を一般人が投稿し誰でも閲覧できますよね。テロップや音楽をつけて視聴者が見やすいように編集されているため、静止が中心の皇室インスタグラムはその魅力が薄れてしまう可能性も考えられているのです。そのため宮内庁が公式インスタグラムを活用した戦略として、皇族の方々の公務の様子をほぼリアルタイムに近いタイミングで投稿したり、ニュース番組や新聞などでは見られない独自性の高い情報や映像を提供する公式ならではのコンテンツを発信する必要があります。特に現在は愛子内親王殿下ブームとも呼べる状況なので、愛子内親王殿下に関する投稿が増えることも期待されているのではないでしょうか。さらに今後はハッシュタグなどの活用を含めた運用の拡大や、若い世代の愛子内親王殿下、佳子内親王殿下、悠仁親王殿下の個別アカウントが開設され、ご本人からの発信なども広報戦略として検討されるかもしれません。これからの時代を担う若い世代の人々にも皇室への理解を深めてもらうための第一歩として始まった宮内庁の公式インスタグラム、
現在、宮内庁の広報戦略には大きな注目が集まっています。また、2019年に NHK が全国の18歳以上の男女1539人を対象に回答を得た世論調査の結果を発表しました。その結果によると、現在の皇室にどの程度の関心を持っているかという質問に対して、大いにまたはある程度関心があると答えた人は 72% となっており、現在の皇室に親しみを感じているかという質問には、とてもまたはある程度親しみを感じていると答えた人は 71% という結果が出ています。約7割の人が皇室に関心と親近感を持っていると回答したのですね。また、年齢が高くなるほど、皇室に対する関心と親しみが強くなる傾向も明らかになっています。その他にも、皇室と国民の距離を縮めるにはどうすればよいかという問いに対して、最多の 24% が天皇自身の考えや思いを積極的に伝えると答えており、皇室に関して最も知りたいことはという質問には、最多の 17% が天皇陛下や皇族の考えと回答しているのです。つまり、多くの国民が、今上天皇をはじめとした、皇族の方々の考えや、思いを知りたいと望んでいるのですね。このようなことから日本では、皇室に対する関心が低い若い世代をターゲットに、広報活動を展開する、皇室の方々のお考えやご意見を、なるべく、ご本人の言葉で、発信していただくということが求められているのです。世界最古の王朝である、日本の皇室、歴史と伝統を大切にしてきた皇室の品格を損なうような軽率な情報発信は避けるべきです。そこにはもちろん慎重さも必要です。しかし時代の流れとともに日本の社会や風潮、文化も変化しています。そして何より国民と喜びや苦しみを共にしながら責務を果たすということを体現されている天皇皇后両陛下に関する情報を継続的に発信すれば必ず国民は天皇皇后両陛下に魅了され、自然と誇りに思い、関心が高まっていくことでしょう。また前述の通り、宮内庁が情報発信の強化に乗り出した背景には、皇室への誹謗中傷の悪化が原因だとも言われています。皇室への誹謗中傷が悪化した契機となったのは、秋篠宮家の長女である眞子さんの結婚でした。皇族の方々の地道な活動やお人柄を正確に伝え、皇室の方々への誤解が広がるリスクを軽減したいという考えのもと、広報推進専門官を配置した広報室が設置されたのです。天皇皇后両陛下が出席される行事には、広報室員が同行し、宮内庁のウェブサイトに記事を掲載し、さらに今後はウェブサイトの全面刷新を進めていく方針だと考えられています。しかし、誹謗中傷対策には多くの課題が存在します。皇室の名誉を傷つける出版物などに対処する、障害専門官も設置されましたが、実際には週刊誌などからの問い合わせへの対応が主な業務となっており、効果的な誹謗中傷対策にはなっていないのが現状です。というのも、皇室について取り上げているサイトや SNS は数多く存在し、その中には事実と全く異なる悪質な情報も見られますが、すべてに目を通し、訂正を求めたりすることは現実的に不可能です。宮内庁でも事実無根の報道や書き込みに対して一つ一つ反論するには限界があるため、個別の対応は見送られたのです。誹謗中傷から完全に遮断することは困難なのが現状であり、このような誹謗中傷は眞子さんの結婚問題以前にも見られています。1993年には当時皇后陛下であられた美智子様が週刊誌の批判的な報道により体調を崩され、2003年には当時皇太子妃であった皇后陛下が療養生活に入られました。なお、皇后陛下が療養生活に入られて以降、多くの推測記事が掲載されるようになっています。また、愛子内親王殿下が2歳の頃には発育に問題があるのでは?という根拠のない憶測記事により、天皇皇后両陛下は苦悩されました。しかし、天皇皇后両陛下はプライベートで撮影された愛子内親王殿下の映像を公開し、事態の収束に努められたのです。このような出来事の再発を防ぎ、
なくすためにも、宮内庁の広報室には、実効性のある戦略的なアプローチが期待されています。一方、SNS ツールには、予期せぬ問題が潜んでいるという側面もあります。誤解を招く解釈をされたり、なりすましなどの問題も起きていますが、SNS を利用する以上、宮内庁も避けて通れない課題となるでしょう。宮内庁や天皇皇后両陛下を装った偽アカウントやなりすましが続発すれば、公式 SNS の停止という選択肢も検討されるかもしれません。このような事態を回避するためにも、私たち国民は情報リテラシーを向上させていく必要があるのではないでしょうか。そして、世界最古の王朝である日本の皇室の SNS 進出に、海外メディアは強い関心を示し、相次いで報じました。イギリスの BBC は、イギリス王室よりも15年遅れて始まった日本の皇室、インスタグラム開設について、21世紀の画期的な一歩と伝えています。また、デジタル時代に完全に取り残されていた王室は、日本の皇室が最後だったとも報じていたのです。その他にも、アメリカのニューヨークタイムズ紙は、宮内庁が初めて SNS 投稿を行ったことや、フォロワー数などについて報道しています。このように、日本の皇室の SNS デビューに高い注目が集まった、海外メディア。しかし、多くの海外メディアは、投稿内容は非常に形式的なもので、やや期待外れだったという印象を持ったようです。海外では、等身大のカジュアルな王族の姿や、普段は見ることのできない舞台裏や、ハプニングなどの投稿が求められており、日本の皇室アカウントについては、公式ウェブサイトやプレスリリースと変わらない写真ばかりだという厳しい指摘がなされていました。確かに公式サイトと同様の内容が続くのであれば、やがてインスタグラムのフォロワー数は減少し、運用を続ける意義が失われるでしょう。このような課題も今後検討していく必要があるのではないでしょうか。一方、宮内庁のインスタグラム開設は、海外との関係にも良い影響をもたらしています。オランダ王室の公式アカウントと相互フォローを行うなど明るい話題も生まれているのです。かつて皇后陛下の療養中には天皇ご一家でオランダを訪問されたり、オランダ国王の即位式に天皇皇后両陛下がご臨席されたり、天皇皇后両陛下の即位の礼にはオランダ国王夫妻が参列されたりと、日本の皇室はオランダ王室と密接な関係を築いてきました。なお、皇室の公式アカウントが海外の王室アカウントと相互フォローしたのはオランダ王室が最初だったのです。このように海外の王室と比較して日本の皇室は SNS 活用で遅れを取っているものの、 SNS を導入することで交流の幅が広がっていく可能性があり、それは皇族の方々にとっても喜ばしいことでしょう。こうした SNS 活用のメリットや課題を十分に考慮した上で、品位や権威を損なうことなく、世界に向けて日本の皇室を効果的に PR していってほしいものです。そして日本の皇室と深いつながりを持ち、長い歴史を誇るイギリス王室。そんなイギリス王室は積極的な広報戦略を展開しています。2009年に開設されたザ・ロイヤル・ファミリーというイギリス王室の公式インスタグラムは現在フォロワー数1000万人を超える人気アカウントとなっています。また、チャールズ国王夫妻とウィリアム皇太子夫妻はそれぞれ独自のインスタグラムアカウントを運営しています。特にウィリアム皇太子夫妻のインスタグラムは非常に人気があり、豪華な宮殿内部や公式行事での正装姿、輝くティアラなどの投稿が注目を集めているのです。さらに3人の可愛らしいお子様たちとの日常生活の一端を垣間見ることができるため、王室ファンだけでなく多くのイギリス国民からも支持されています。イギリス王室の投稿はカジュアルな写真が多く、イギリス国民が王室をより身近に感じるきっかけとなっているのです。なお、イギリス王室では専門の広報チームを結成し、ソーシャルメディア戦略を立案しています。もちろんイギリス王室においても誹謗中傷のリスクは想定されましたが、それ以上に SNS を活用することで王室が世界中の人々と交流できる新たな手段だと捉え、導入に踏み切ったのです。日本においても SNS の活用は慎みに欠け軽率だ、伝統と威厳を損なうといった
反対意見も見られます。しかし、変化する時代の潮流に適応していくことも重要なのです。もちろん、イギリス王室をはじめとする他国の王室と同じ戦略を採用する必要はありません。 SNS を活用していく上で、日本の皇室の品格や日本の伝統文化を尊重しつつ、より開かれた皇室を目指すことが寛容ではないでしょうか。今回ご紹介した内容について、海外から多くの反響が寄せられていますので、その一部をお伝えします。このフォロワー数は天皇ご一家の魅力によるものだと思います。今後も素晴らしいお姿を拝見できることを楽しみにしています。フォロワーの多くは天皇ご一家のお姿を見られることを期待しているのではないでしょうか。あの睦まじい様子を見ると心が和みます。天皇ご一家のお姿をインスタグラムで拝見できるのは本当に嬉しいです。インスタグラムの開設により、皇室と国民の距離が近づいたように感じます。日本国民もインスタグラムで公式アカウントが始まったことをとても喜んでいるのではないでしょうか。ウェブサイトよりもインスタグラムの方が若い世代には親しみやすいので、皇室の広報担当者の判断は適切だったと思います、といった意見が寄せられました。日本の皇室の基盤となるのは国民からの支持であり、皇室への関心と親近感が皇室を支えていると言っても過言ではありません。一方で、過度な批判は皇室制度そのものを揺るがしかねません。そのためにも着実に誠実に謙虚に日々の公務に励まれている皇族の方々の姿を発信し続けることが必要なのではないでしょうか。そして、時代や社会の変遷とともに広報戦略も進化していきます。新時代の広報戦略として導入されたインスタグラムは、若い世代の皇室への関心を高める効果的な手段となるのではないでしょうか。今回はここまでです。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。皆さんの意見や感想もコメント欄でお待ちしております。そして、皆さんの応援が励みになります。また次回の動画でお会いしましょう。